下界に何の用だ、神め。今頃わかったか、ピッコロ大魔王よ。下界に来たわけは言うまでもなかろう。まさかこの俺を退治しに来たとでも言うんじゃないだろうな。まさかではない、その通りだ。一体どうしたのでありましょうか。シェン選手、何やら激しく言い合っておりますが、さっぱり言葉が分かりません。聞いたこともない言葉です。このピッコロ様を退治だと貴様血迷ったか。貴様と俺とはもともと一心同体だ。俺を殺せば神である貴様も死ぬことになるぞ。そんなことはもちろん承知しておる。まさか自殺する気じゃあるまいな。心配せんでもいい。自殺などせんでも、お前の悪を食い止める手段を人間が教えてくれたぞ。覚悟は良いな。まさか魔フーバだ。はあ、うわ、魔フーバ返し。なお、お、お、決まった。まさか こんな結果に。せめてこの人間の体だけでも返さねば。そいよ、私は死んでも構わん。こいつを倒せ、世を清めてくれ。つぁ、それでは天下一武道会決勝戦始めてください。さあ、どれぐらい強いんだろうか。でも3年前とは比べ物にならんぞ。こっちレベル29で、あっち18だよ。オラだってだ。ついに始まりました。第23回天下一武道会決勝。ダメージ全然受けないし。果たしてどちらが天下一武道会勝つのか。世界中が固唾を飲んで見守っています。いやもう全然お手してでいけるじゃん。すごい試合。終わりじゃない。さすがにこの程度じゃ終わんねえか。次は何してくるつもりだ。おのれ、会場もろとも吹き飛ばせてくれ。消えてなくなれ。この頃の悟空でもこれぐらいの威力があったか。あ、なんてやつだ。これやがった。おのれ。あれ、もうちょっとこうボロボロにならんかったっけ。会場がさ、この俺様に一瞬とはいえ恐怖を与えおったな。ものすごい孫悟空選手の攻撃でした。
しかしマジュニア選手、信じられないことにこらえきりました。ん？あ、あれ？はて、どこかでここでバレるんだ、バレる。に、似てるぞ、ピッコロ大魔王に。ピッコロ大魔王？そういえば本当だ、似てる、そっくりだ。似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。世界中に知らせておけ。孫悟空の息を止めた後、再び貴様らの王になってやる。ピッコロ様の天下がよみがえるのだ。